なんか先に不穏な話を終えといていい？先に不穏な話終えといていい？不穏な話じゃないんだけど、一応先にあらかじめ報告をさせてください。長らく、お待たせしてたんですけど、ほら裁判の件、訴訟の件あるじゃん。あれ、いろいろ着地していきそうです。で、まだなんかその細かいこと言えないんだけど、心配ないよ。はい。可もなく不可もなく、とりあえずなんとか決着はついていくと思う。心配ないよっていうことだけ先にお伝えしたい。ちょっと大事な話。いろいろね、なんだろう、思うところとかさ、感じることとかいろいろあると思うけど、一旦その事実だけ伝えさせて。ありがとう。とりあえず僕はほっとしたな、いろいろ。まあ詳細は追ってお伝えします、多分。まあまだわかんないからまだなんかここで変な余計なことをね言うわけにはいかないから、ちょっと待ってて。はい、ありがとうございます。いろいろ心配かけてしまったなと思う。本当に長くかかったし、すいませんでした。うん、まあちょっとそういう話もしたかったから。さ、コメントを読むぞ。頑張ったな、頑張った。でもとりあえずね、それが全部終わってから話したいなとは思ってる。まあそれがどういうものなのかっていうのも、どういう数年間だったのかっていうのも、多分きっと何もね見えないところだと思うんだけど、まあね、すごかった。ああこういうもんなんだっていう学びは多かったね。思うようにはいかないけど、時間はとにかくかかるんだなと思った。うん、はい、よし、コメントを読むぞ。